ああ、難しいね。いろいろひねりが入ってっていうか、理解しにくいとかあるね。China's うん、てか move。ね、単語がね、今日のは難しいんですよ。単語うとか熟語が結構難しいんですよ。ん、そう、あのね、そうなんですよ。エコノミスト、単語がね、やったら、2万5000単語ぐらいに使ってんじゃないかな。僕は今、単語、相変わらずまだ1000単語、10ヶ月勉強してんだけど、エコノミストはいくら勉強してもわからない単語出てくるね。熟語とかね。ただ、ここの書いてる人って、教養高いよね。まあ、もちろん世界で一番難しい雑誌がこのエコノミストだけど。佳代さん質問してもあなた答えられるかな？まだ無理かな？何ですか？この文章これ意味わかるかって聞いたら訳せる？ いきなり どうだろあ、そう。じゃあちょっと試してみようかね。China's mood has changed to China のムードも to も変わってきている。No longer does it officials and foreign policy pundits speak so assuredly of a Europe that is straining at the American leash and that wants to deal with China as a business partner, not a potential enemy. ここのね、熟語があってね、ちょっと待って。多分ね、ここ、ストレインアダリッシュって、束縛を脱出しようとしてもがく。ストレインアダアメリカンリッシュ。アメリカからの束縛を脱出しようとしてもがくっていう、もがいている。そういう意味ですよ、ここはね。それから、あとね、アシュアドリーってわかんないかもしれない。これはね、引いてないんだけど、確かにとか、自信を持って。アシュアドリー、自信を持って。これ書いといた方がいいかな、これね。自信を持って。アシュアル。確かになんだけどね。パンディにとっていっぱいあるんだけど、わざわざ、引っ張ってきたのね。なんとなくでしか分かんないですけど、その中国の雰囲気が変わってきて、で、中国をポテンシャルエナミーってなんだろう、敵ではなくってビジネスパートナーと潜みなすよう在になっ的てなきたい、敵、ポテンシャル、潜在潜的在な的敵な、ではなくってビジネスパートナーとみなすようになってきたみたいな文章ですか。そうじゃない。 全然違う。その逆だ。頭に No longer って書いてるし、 No がついてるでしょ。だから No longer do its officials and foreign policy pundit ってことは、この文章全体否定してんだよね。ノーロンガーってもはやそうではない。だから、ビジネスパートナーとして中国と付き合いたいということではないという意味なんだよ。ノーロンガー。だから、いや、オフィシャル、当局や外国政策の専門家たちが、足跡に自信を持って、ヨーロッパって、これね、また難しいんだよね、この「あ」っていうのは。多分だよ、俺想像だけど、「あ」ってついてるのは、ヨーロッパというものは、ヨーロッパというものを、に自信を持って、もはや言っていない。で、どういうふうに言ってないかっていうと、ざっと以下で、アメリカの束縛から自由になろうとしている。そして、中国を潜在的な敵ではなくて、ビジネスパートナーとして中国を取り扱おうとしているという、ヨーロッパというものに自信がなくなってきている。ノーワンダ。そういう意味なんですよ。いいかな？後半部分はだから、中国と取引を従っているは正しいんだけど、投資を従っているっていうことは、もはやノーロンガー、もはやオフィシャル、当局が外交政策専門家は、足は自信を持ってヨーロッパというものに対してそういうことを言わなくなってきている、ノーロンガー。
いいね。あっというのはこれね、ああいう、うん、専門家っていうのは、これ中国の当局とか中国の中でのあれですよね、外交。そう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 、外交、外交政策専門家、中国。この It's the China っていうことですよね。It's the China、そうそうそう。なぜかとその頭に China's Mood ってついてるから一番、僕だから中国、It's Foreign、中国当局者と、外国政策専門家。パンディットってのは賢人って意味なんだけど、ここでは専門家ね。うん。いいかな。It would be hard for you, the US and このアーユーロッパってのは癖もんだよね。俺これすごい時間かけて調べたの。あって何かな。多分ね、多分ね、あってと思うんだけど、アーユーロッパって言うと、ヨーロッパというもの、もしくはね、いわばヨーロッパは、そういう意味です。うん。まあ意味ないんだけどね、青をつけること自身はね。で、It would be hard for the US and Europe to coordinate to oppose the so-called China Challenge, said Global Times, a nationalist tabloid in Beijing in 2020. この文章の意味わかる人いるかな？It would be hard for the US and Europe to coordinate to oppose the so-called China Challenge, said Global Times, a nationalist tabloid in Beijing in 2020. このミソはね、in 2020. ミソはね。その次に China's state-controlled media now seem less sure. 否定してんだよね。で2020年にはね、米人のナショナリスト、民族主義タブロイド、これ、グローバルタイムで環球時報って日本語で言うんだよね、中国で環球時報が言うには、中国の、いわゆる、そうこうで、いわゆる中国の挑戦に反対するためにアメリカとヨーロッパがコーディネート、協調することは難しいだろう、would be hard、難しいだろう。というふうに阪急時報は言ってた。ところが中国の国営管理メディア、だから阪急時報も含めてね、中国の国営メディアは現在レス氏は確かでないようだ。まあここではメディアだから複数形になってないから阪急時報のこと言ってんだよね。で僕は最初読んだ時ね、前の文章がさ、なんで要するにアメリカとヨーロッパがね、協調することが難しいって言ってるのかなってよく分かんなかった。で次の文章読んで分かったのは、2020年の時はアメリカとヨーロッパが協調するなんてことは、中国に対抗してね、協調するなんてことは考えられなかったんですね。ところが今は、それがそういったことは確信が持てない。Less sure. These days, they argue that America, in the struggle with Russia, is stifling Europe's strategic autonomy. これ、strategic autonomy って戦略的自立性、autonomy って自立性、自分で管理する、自分でやる、自給自足、戦略的自立性。stifling ってのはね、これはね、抑える。抑圧する、ね、それで And make it pay a heavy price for supporting Ukraine。 ウクライナを支援することに対して重い犠牲を払わせる。 Making it というのはこれはヨーロッパに対してね。で These days 最近They argue 中国のメディアが言うには、アメリカはロシアと揉め事をしてるんで、インダストラグルブロシア、ヨーロッパの戦略自立性をスティフリン抑え込んでいる、抑え込んでいる。だからヨーロッパとストラグル揉め事をしていて、アメリカは
ヨーロッパの自立性を抑え、戦略自立性を抑え込んでということはどういうことかと、どういうことかというとね、ヨーロッパは独自でやっていくよ、オートノミーというのは独自である、だから自立してアメリカが関わりたくないよ、そういう風土がヨーロッパはあるんですよね。で、戦略自立性をステイプリング抑え込んでいて、そしてウクライナを支援することに対して高い犠牲を払わせていると中国のメディアは言っている。で、なぜそうやって解釈したかというと、次の文章で In other words、 言い換えれば Europe is at least for now、 今となっては少なくとも Coordinating closely with America on security matters despite the pain、 だからヨーロッパは安全保障の問題においてアメリカと密接、クローズ、密接に協調していて、痛みを、ザ・ペイン、痛みを伴っているけれども、協調している。そういう意味。